皆さんこんにちは、武田良太鍼灸整骨院院長武田でございます。2015年もあと1ヶ月ということで12月になりました。で、院内のディスプレイをクリスマス仕様に、変えてもらいました。こんなまあ、いわゆるツリーがあってみたいな、普通のクリスマスってまあ奇抜というかね、分かる人には分かるという感じの。今ドラえもんもクリスマスでプレゼントもあるという形ですね。まあでもここは表から見える場所で、夜も、インシャッター閉めないんで、通りかかった方シャンデリアもついてますんで、見ていただけたらと思います。ちょっとね早いですが、クリスマス気分を味わってください。では、武田でした。風邪ひかないでね。